昨日やればよかったが、やる時間がなかったというよりかは眠かったから寝た。まあ最悪朝読の時間の5分にやればなんとか間に合うだ。英語は4時間目ぐらいだから間に合うだ。ってことでやっていきます。おはようございます。声がちょっと低いですが気にしないでおください。このシャーペンキッキー言うな、やだな。なんかたまに写真でさ、キッキー言うやつあるよね。それです。これさ、意味も調べなきゃいけないんだよね。めんどくさいというよりか時間がないルームリーデン、なにこれ、リーダー、リーダーって読む。リーディングか、リーディングか。間に合う間に合う、全然間に合う。時間には余裕はあるよ。君がいないのは寂しいけど、出なかった。朝だから高い声は出ないね。サンデー、いつの日か会おう。 Love you, I say goodbye my dearest。 これ ED つけた方がかっこいい。 ED、 ED つけるとどういう意味になるんだっけ。チュン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 。顔見えてんの？見えてる？顔見えてる？これうなじって何？なんだ？なんだそれ。明日は、明日は一応明日も朝やる予定だったんですけど、午後多分できないんだよね。明日都合がありまして。あ、どうなんだろう。あ、でもバタバタするな、多分。朝やっといた方が多分無敵だとは思う明日はね、ちょっとね、いろいろありましてリンベル、あ、全然学校行く気分じゃない。どうしよう、全然学校行く気分じゃない。部屋汚いし、部屋が汚いのは心が乱っている証拠。今日の目覚ましテレビの占い見れてないんだよね。だからちょっと悪いこと起きそうで怖いですね。目覚まし占い結構好きなんだよね。あの、めっちゃ一時期1年生の時めっちゃみんなでハマって、なんかもうずっと毎日みんなで見てました。で、なんか、じゃあなんかそ、目覚まし占いが流行ったきっかけは、アナンがなんか、じゃなんか理科の実験でなんか、グループで一人これやってくださいみたいなやつって、なんか、嫌なやつがあったんですよ。それでもじゃんけんして、あれだよ、あれ。あれだよ、なんだっけ、忘れた。あ、そうそう、理科の実験でなんか嫌なやつがあって、一人もやんなきゃいけなくて、まあ私は偉いからやったんですよね、偉いから。何これ、何が違うの、わからん。まあ一応回答は書くらんないけど。それで、ん、何の話してたっけ。ちょっと2個同時作業してるから何の話してたか忘れちゃうな。これギブギブ、まあ、最悪めちゃくちゃ英語が得意な友達がいるから聞くしかないな。イング、OK。本文はなんとかなるから単語調べだけしとこう。単語調べ。単語少ないからいっか。でももう一個やるのかな、これって。次のユニット入ったら終わりなんだけど。そっちやっといた方がいい気がするけどな。もう一個。あー、やっぱり大変だ。L 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 何ページだったっけさっき。E 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 C E C C L E C L E C L E E これか、これだ。どうどう、掃除をする、でんてんてんてん、掃除をする。 E D がつくとどうなるの。関係ない、もしかして関係ないのかーい。
でもみんなこれ昨日単語調べやってそうだもんな。だから良さそうだけど、ノートテストの時に点数取られるからやっといた方がいいか。めちゃくちゃ独り言配信じゃないこれ。大丈夫おはようございます。目覚まし占い今やってる。時間的に50分ぐらいからやるよね目覚まし占いって。ちょっと蟹座ないか見といてください。で、その目覚まし占いの話をしてたんだ。で、目覚まし占いが流行ったきっかけは、その理科でなんかグループで一人変なやつをやってくださいみたいな、なんか実験台になってくださいみたいなやつで、それでじゃんけんで決めたんですけど、アナがいつもじゃんけんが強いキャラなんですよ。アナはなぜか知らないけど、それで負けちゃってね、もう今日の目覚まし占いが最下位だったからだわみたいなこと言ったら、めっちゃみんなが笑って、なんでか知らんけど、でそれでそこから目覚まし占いがめっちゃ流行ったっていう。もう毎日今日カニ座ないんだってね、カニ座のこと喋ってる。なんかギリギリカニ座同士がいるんですよ。6月22日と7月22日なんですけど、なんかそうそう、R がない、どこどこ ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWX。 なくない？ R ってどこ？まあ、いや、こんなとこ時間取ってる暇はない私には。はい、いいに行こう。いいがあった、まだ。あー、もうやばいよ、朝やだね、バタバタするのは。ごめんだわ。セックスないやん。てか本当にさ、ちょっとちゃんとしたよ。6時間目家庭科だから頑張ろう。ちょっと楽しみだから。モナオありがとうございます。ずっといるはず。どういうことどういうこと。ない、もうアナが間違ってる説ある。合ってるよね、合ってる合ってる。 CX フォーマーでしかなくない？ちょっとこれ友達に聞こう。まあ一つぐらい聞いてもいいでしょ。 CAU CU レターバイバイ。 CU レターってどういう意味？どういう意味？お化けになってもすげえ声が出ないわ。あ、あと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 、これだこれだ。捕まえるだって。ちょっと怖いね。昨日布団にテントウムシみたいのがよじ登ってきたんですよ。あ、違うわ。これじゃないわ。これじゃない。ん？これは、え？違うわ。え？でも、え？ん？ん？CNU だった。 UCNU ん？違う、これでも違う。え？もうもう CN、 あ、これこれこれだ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 。過去形だって。過去形とか一番意味わからんよあ、またねって意味なんだ。またねだって。トントン、シン・ユー、アールどうやってたっけ。アナの見てる YouTuber さんがよくやってる、よくやってるっていうか最後の挨拶意味は分からずに真似しとったあるあるだよね。あ、違うの。でもやっぱり、うん、でもやっぱりこれはもう友達に聞けってことかな。あ、これこれか。うん、お城のプリンセスたちはプリンセスになったのよ。なんかちょっと違う。プリンセスソフィアに一時期めっちゃハマったっていうね。毎週録画してた。いつの間にかソフィアから変わったんだよね。ソフィアの代は終わっちゃったんだよね。モアナみたいになっちゃって、そしたらモアナに似てるって言われた。
ナに似てるって言われるとソフィアがいいなってなった気がします。 CATCH あったあったと使う、これが捕まえるだ、捕まえる、待って、アナン絶対こっちよりこっちやった方がいいと思う。みんながどこまで進んだか分かんないんだよね、昨日の授業で。うちの単語やっといた方がいいけど、こうやってね、ちょっと休むと分かんないよね。大変だ。CAE。てか時間大丈夫？ 50 分。8時までやります。ED。ED はつけなくていいのこれ。鉛筆キッキーになってるの気にしないぐらい急いでるわ。いつもだったらもうめちゃくちゃ嫌なんだけどね。てかなんでシャーペン消えたんだろう。昨日落としてきちゃったかな。劇場に落としてきちゃったかもしれない。あ、落としてきたかな。でも何も連絡ないな。結構目立つシャーペンだと思うけど、ホタルみたいに光るやつじゃないけどさ。これって鼻歌なんですか。あの鼻歌ってふん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 ってやつだと思ってた。結構鼻歌してるよって言われたから、ハハハハハってやつが鼻歌なのかなって勝手に思ってるんですけど。はい、次、C から始まる単語が非常に今日多い。斬新な配信。あ、これ無印のシャーペン今使ってる。違う、これはそんな目立たない。多分だけどね。ああ眠いよ。そんなに眠くはないけど眠いよ。ちょっとわかんないんじゃないかな。今日はちょっとゆっくりしなきゃいけない日だと思うから、アイスを食べてダッタラしたいです。ダッタラしたい。え？あったー！やたらと C の単語が多いと思ったらさっきと同じやつ書いてんじゃん。ちょっと多い。やってくれたな。やたらと C から始まる単語が多いと思ったんだよ。おい、ちょっと今日単語テストがあるんですけど、英語もう諦める。国語の漢字テストがあるからそっちにかけます。もう英語の単語とかも勉強しても点取れないぐらいだから、今から勉強しても絶対点取れないから、もう諦めた昨日の時点で。あ、めっちゃ単語少ないじゃん。え、合ってるのこれ。あ、デイリーシーン。え、あ、デイリーシーンこっちだった。あー、もうそもそも間違ってるかもしれないけど、いいや。はい。もういいや、諦めるな、諦める。学校で友達に頼る。意外になんとかいけるよ。なんでそれ、何席、なんとか席って書いてあったね。これ自然と消滅しちゃう結果。今54分ぐらいだよね。なんで大丈夫。もう一個の携帯今充電切れしててね、できない。昨日触ってた時点で充電 1% とかだった。 10%。 はい、なんかあのリップとか今売れないって聞いた。ママなんか言ってた。マスクするから売れないんだって。はい、単語調べします。
歴代の元カノ達をあの子と出会うのが少し早かったぐらいで結局今一緒にいるのは僕ですよっていう曲がある気がする。あと4分だって。この時そう、この時1分遅れてるのよく見えるね。よく見えるね。よく見えますね。よく見えますね。朝はちょっとテンションがおかしいかな。なんか何もどれもだって。はい。ネクスト。おいい時にネクスト取りできたけど。次。次。次はネクストは次って意味でしょ。でも、ね、調べないといけないんだよね。これがまたね。ネクスト。形の次、次の今度、今度、今度のティーン、ティーン、トイトイトイティーン、ティー多いな、あ、絶対も2つだった。TH と、あと、THE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 、あとだ、THE、UK ってどういうこと ?THUK、THEUK、何これ誰か分かるかと言いませんか。ん UK って何 ?UK って何 ?80 日おめありがとうございます。ん ?UK って何。ちょっと今ね80日よりも勉強がやばくて、で、あるあるある、とりあえず次のやつ行こう。友達に聞くことにする。R はい、あい、ピ、あった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 、これだこれ、ピー、旅行、旅行だって、旅行旅行、名の旅行。みんなあの何やってんのって感じだよね。なんかしてます。今日はね、でもね、楽しみな授業がある気がするから。楽しみな授業って言ったら友達と喋れる授業しかないんだけどさ、喋っても良さそうな授業があるからそれを楽しみに頑張る。それ以外1時間目か4時間目なんて地獄だよね。国産数理みたいな感じ。うん、本当に嫌だよ。嫌になっちゃうよ、嫌になっちゃうよ。あー待って、時間ないじゃん、うん、学校でやろう。でも最後までちょっと諦めないとこ、もう終わらしたいから無理だけど。たたたらたたないよないよ。あと1分だって、終わろうじゃん。どうも見てくださってありがとうございました。80日目ありがとうございます。見てくださった1641人の方ありがとうございます。あ、カニ座8位だって、めっちゃタイミング良いじゃん。コメントしてくださった方ありがとうございます。星ギフト投げてくださった方ありがとうございます。ってことでまた明日の朝会いましょう。多分同じ時間から始めます。またメールでお知らせして予定入れておきます。それではまた、いってらっしゃん。今日も一日いってらっしゃん。バイバーイ。